画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴらです。ということで、今回なんですけど、皆さん、ガルパやってて、協力ライブやるじゃないですか。まあ、その協力ライブで、まあ、僕もめちゃくちゃ経験してるんですけど、天下統一 A to Z 選ばれがちじゃないですか。まあ、正直一番選ばれるんですよね。一回やったのは5人中4人、僕以外の4人がみんな天下統一 A to Z 選んでて、おいおいマジかと思った時があって、その理由分かってる方もいると思うんですけど、まあ、僕のリスナー様の中になぜ A to Z が選ばれがちなのかっていうのを説明できたらいいなと思います。僕も最近知ったんですけど、なぜかというと、まあ、ガチ勢はイベント走る時って、まあ、効率重視じゃないですか。僕もスクフェスやってる時はイベントガチ走りする時は食器選ぶんですけど、それと同じで天下統一 A to Z っていう楽曲レベル26に対して、まあ、スコアがめちゃくちゃ伸びるんですよね。スコアが一番伸びる楽曲でもあり、ライブ時間が1分26秒とめちゃくちゃ短いんですよね。まあ、ガチ勢、マスタールームにこもりがちな人はみんな A to Z フルコンしちゃうんですよね。僕もまだ全然安定してフルコンできないから A to Z は投げれないんだけど、なので協力ライブもとい対バンイベの時にマスタールーム入ると天下統一 A to Z が投げられやすいという感じでございます。まあ、他にも難易度26楽曲にした本当に難しい天下統一 A to Z が苦手という方、今回難易度25に対して、まあ、効率のいい楽曲もね紹介できたらいいなと思います。難易度25楽曲の中で一番、効率がいい、スコアが伸びやすい楽曲はチョマネーのソロ楽曲、好きなんかじゃないでございます。はい。もう今噛んだわけじゃないからね。他にも軽音カバー楽曲、ふわふわタイム、そして BOF ボフ。もうこちらが難易度25に対して効率のいい楽曲でございます。あとは僕は一番されたらもうハードになっちゃうっていう楽曲が6兆年です。6兆年を投げてエキスパート選んで、なおかつ安定してフルコン取ってるマスタールームにこもってるガチ勢の方、マジガチ勢だなと。マジでもうこれが効率重視なんだって感じになりますので、他にも明日の夜空、グレンの弓矢など、マスタールームも対バンイベントなどで投げられがちという感じでございます。まあ、僕いつもお任せにしてるんで、他の人が投げてくれる効率楽曲をプレイする感じになるんですけど、もし今日の動画見て、まあ、効率楽曲のことを少しでも学んだという方は参考にしてみてはいかがでしょうか。ちなみに一番効率の悪い楽曲の方を紹介するとしたら、難易度25あるくせに最後の譜面が地味に難しくてフルコン逃しがち、しかも、ライブ時間2分23秒という魂のルフなんでございます。はい。もうこの楽曲はマジで、まあ、効率重視で言ったらめちゃくちゃ悪いと思いますので、まあ、結論を言いますと、マスタールームとかガチ勢が集うルームでは効率重視で投げてくださる方もいますので、まあ、他のルーム入って自分の好きな楽曲プレイするとか、まあ、フリーライブで自分の好きな楽曲プレイするのが一番だと思います。はい。そんな感じで結局ね、自分のやりたい楽曲をプレイするのが一番という感じでございます。フリーライブが一番楽しいと僕は思ってます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。オッピーでした。またね。バイバイ。